こんにちは、グッドスピードバンライフの日野です。グッドスピードの樋口です。お願いします。お願いします。今回はですね、はい、初めてバンライフまで作ったハイエースバンナローボディのキャンピングカー。ナローボディのキャンピングカーですね。はい、のご説明をできたらなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。見たことあります。ナローボディ。なおかつキャンピングカーっていう。なんならナローボディって何ですかと思いました。この標準のハイエースっていう、まあ、一番小さいタイプのモデルがナローボディになります。へえ、じゃあこれがナローボディなんですね。はい、で普通のナローボディは中がただの密室なんですけど、この車ああはいはい、これは椅子ごと書いてある車なので、そこ見据えたらと思います。それは楽しみですね。はい、非常にお願いします。まず外装からちょっとご説明させてください。ほう。ちなみにこのハイエースバン、どこが変わってると思いますか？いやいや、もうハイエースならもうそこら辺走ってるんで、そうですよ。なんとなくわかりますよ。顔が違うんだろうなってことは。なんかヘッドライトもっとバーンってあったような気は。このヘッドライトが当社オリジナルの丸めヘッドライトになりますので、なんかちょっとレトロな感じになりますね、丸めっていうと。そうですね、かわいい。またボディカラーがライトイエローっていう純正のカラーなんですよ。また丸めと結構際立ってていいかなって形。なんかレトロな感じすごいしますね。おしゃれですね。うん、はい、で他に変わっているところなんですけども、はい、バンパーになります。なんですかこのザラザラ系バンパー。これがブラック塗装してありまして、本当はここは白の色で。同じ色なんですか？同じ色ではないです。え、白です。どういうことですか？普通のなんかイエローに白なんですか？そうですね、バンパーだけ白なんです。全然イメージわかんない。ちょっと画像を、まあ、入れてもらって。はい、入れてもらって。へえ、じゃあそれを変えた。そうです、塗ったって形になります。よう合うっすよ。どうです、黒と、まあ、ライトイエローで、うん、ツートンみたいなのが可愛いと思います。なんかありますけど、こういうの何なんですか？これがクリアランストナーって言いまして、あ、例えば、はい、っていうやつですか？そうです、近づくと音が鳴るものなんですけども、はい、これ本来なら白なんですけど、はい、この黒塗りでも問題なく、障害物感知します。まあ、細かなカスタムパーツですよね、これ。うん、可愛いと思います。はい、する形あります。へー、すごい。他にも変えてるんですけども。他ですか？はい、前ですか？後ろです。後ろ、はい、なるほど、はい、前とお揃いで、はい、リアバンパーもお揃いで。お揃いで、はい。これ質問していいですか？はい。さっきなんか前白だったよって言ってたじゃないですか。はい、これも白なんですか？これも白です。イメージつきます？つかない。いや僕も全然わかんない。でも、まあ、わかんないです。今これ黒で見てるんで、なんかこれが普通なのかなって感覚で見てました。黒の方が僕は好きです。街中走っててもライトイエローには黒が結構多いですね。あ、じゃあ結構皆さん変えられる人が多いんですか？そうです、塗ったりしてるお客さんも多いです。あ、そもそもライトイエローのハイエース自体あんまり街中で見る気はないと思うんですけど。そうですね、確かに結構目に入っちゃうんですよね、ライトイエローの車。気になったら見ちゃいますよね。そうですね、確かに。あ、これもさっき言ってた、あ、もうちゃんと反応してでしたっけ、あるんですね。はい、ちゃんとあります。他には何か隠しネタかなんかあるんですか？まあ、他に外装でカスタムしたところはないんですけど。あ、ないですね。例えば、まあ、はい、この辺のメッキパーツとかもどうせ白で、あ、黒です。あ、なんかこういう同じ質感にするのもなんかおしゃれですね。おしゃれです。あ、やっぱなんかハイエースってカスタムのイメージすると勝手に持ってたんですよ。本当ですか？やっぱまだまだできるような状態にあえてしてるんです。まだまだ、そうですね。あ、いいですね。でどちらかというと、はい、この車外装っていうよりかは内装にメインで、はい、あります。あ、だいぶハードル上げましたね。ハードル、いいんですか？ハードル上げても大丈夫な愛知台なんで。楽しみですね、それは。だいぶでまた中身の方ご説明させていきます。あれ、ハイエースって、はい、パワースライドついてましたっけ？ついてます。へえ。またパターンが何個かありまして、はいはいはい、例えば小窓があるもの、はい、小窓がないもので分けられるんですけど。あ、分かります分かります。小窓があるものだと手動になっちゃいます。それ初めて知りました。ないと電動でいけます。へえ、そうなんだ。なんかハイエースって荷物なんで、荷物乗せる貨物のイメージじゃないですか。はい、でも手動のイメージしかなかったんですよ。ですよね、これは違うんです。へえ、まあ扱ってる車両は違います。で小窓もハイエースもちょくちょく今入ってきていますので、小窓が絶対欲しいという方はぜひグッドスピードのバンライフの在庫。なるほど、見ていただいて。いいところで宣伝入れますね。はい、でもちょっと中が気になりすぎて。
です。結構インパクトあるじゃないですか。フロアも変わってるんですね、はい。この座席なんですけども、はい、フラットにできることすることができます。フラット。はい。ちょっと作りますね。はい。はい。こういった形で、おお、フラットにすることができます。すごい、はい、寝れちゃうんですね。なんか後ろにもいろいろ続いてますけど、すごいっすね。そうですね、ほんと机を外して使っていただければ寝れる、寝れますね。僕ちょっとそれよりも気になったこと一つあって、はい、パッて平野さん見た時に、なんかここにも、はい、なんかヘッドレストの穴あるじゃないですか、はい、なんでですか。これがこうした場合で、少しも間隔を空けていただければ逆になる。そうですね、後ろ向けちゃうってことですか。そうです。すごっ。それ設計になってますので。あ、ほんとだ。え、これでいけます。めっちゃいいじゃないですか。え、はい、これさっきみたいにくっつけたらなんかちょっと背もたれのあるベッドみたいな感じになるんですか。なりますね。なんすかまさかこれめちゃくちゃいいじゃないですか。はい、そういった形で作ってます。ぜひすごい、あ、いいんですか。見てください。お邪魔します。あ、全然問題なく、はい、めっちゃいいですね。すごい、はい、そういった形であります。でもあれですか、ここからはなんかもう目の前なんかいろいろあるんで、こういうの説明してもらえるんですか。いろいろこれの説明とかちょっといろいろさせていただきます。ちょっとアレンジ変えてきます、ね、はい、しっかり寝れる。今動いてる。なんか音する。はい、めっちゃいいじゃないですか。あんまりなくてこの中のハードル上げたのは正解でしたね。そうですか、よかった。